世界の皆さんこんにちは。 K-1 イベントプロデューサーの谷川貞治です。6月25日に代々木第二体育館で開催されるファイトフォージャパンメイジスプレゼンツ K-1 ワールドマックス2011アンダー63キロジャパントーナメントファイナルがなんと YouTube ライブにて全世界同時ライブ中継されることが決定しました。当日は日本時間の午後3時30分よりオープニングファイトからメインイベントまで全試合を生中継で、お楽しみいただけます。気になる対戦カードですが、まずは、63キロ級日本トーナメント1回戦大和哲也選手対広谷選手、第2試合浦部光也選手対結城選手、第3試合久保優太選手対西貝喜左衛門選手、第4試合梶原龍二選手対ノイル正明選手、および、準決勝決勝、今年のチャンピオンは誰になるでしょうか。目が離せません。さらにスーパーファイトとして佐藤義弘選手対アルバート・クラウス選手の試合もあります。また63キロ級日本トーナメントリザーブファイト、渡辺優斗選手対谷山俊樹選手、浅原翔平選手対、吉本浩二選手のリザーブファイトもあります。今回は K-1 初の試みということもあり、視聴はなんと無料です。この機会をお見逃しなく。YouTube ライブは PC とインターネット環境があればどこでも見ることができます。 K-1 オフィシャルサイトから YouTube ライブのバナーをクリック、そして K-1 チャンネルに登録、あとは当日のライブ中継を待つだけ、僕でも簡単に視聴できます。ぜひ今すぐ YouTube の K-1 チャンネルに登録して、今年最初の K-1 を YouTube ライブで思いっきり楽しんでください。